どうも。今回はエイペックスレジェンズのランクマッチを遊んでいくよ。長いことやってなかったから、ブロンズからのスタートで、もうすぐゴールド昇格ってとこまで来たよ。にしても久々にプレイしてるけど、エイペックスレジェンズは楽しいね。爽快感がいいよね。流行ってる理由がわかるよ。そしてこの新キャラちゃん。一回使うとパッシブが便利すぎて、他のキャラが使いにくく感じちゃうね。アルティメットも複数の敵に挟まれた時とか、リング内への移動とか、いろいろなことに使えるからいいよね。ダイナミックを邪魔します。後ろに敵がいるね。やあ、いけ、インダクションモータル。これ室内の方が当てやすいよね。漏れなく自分も当たるけど。あ、お味方さんナイス。うらった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 ー。よーし。アイテムありがたくいただくね。どうやら今のはチャンピオンだったらしいね。なんか結構前に、前の試合が5位だったのに、チャンピオンに選ばれたことあったなー。それって本当にチャンピオンと呼べるのか、甚だ疑問ではあったけど、チャンピオンらしく堂々と、初動死したよ。なんか奥の駅みたいなとこでも、やり合ってるね。装備を整えながら、エイペックスレジェンズ名物、漁夫の利を発動しようか。お？ピースキーパーちゃん復活は嬉しいよね。前よりは弱くなってるけど、それでも使い慣れてるし、この子を近距離のお供にしよう。おお、やってるやってる。2回かな？フラーイ。これほんと楽しいし強いよね。バン、これじゃねえ。バン、バン、バン、か。私がキルリーダーらしいぞみんな。キルリーダー撃破。って言われないように頑張らなきゃね。あれ恥ずかしいんじゃ。なんか下にいそうだね。うわぁ、死後は怖いよ。バン、か、か、バン。よーし。ディボの圧力で透かしすぎたね。何？ディボの圧力なんかなくたって、使ってただろって？私はキルリーダーだぞ。いやごめん、ディボの圧力なんて、微塵も感じてなかったです、はい。そんなことより漁夫の利作戦成功だね。アイテムいっぱい嬉しいね。お、スピファイ先生。段数が多いのは正義だよね。ってことで使おう。移動してたら敵がちょっかいを出してきたよ。さあ今こそ LMG の弾幕を見せてあげよう。うらたた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 たまあ LMG の本来の用途は制圧射撃だしね。当たらなくてもいいんだよー。気合でさっきよりは当たったぞ。お、お味方さんやりますなー。私も頑張るよ。うらった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 。美味しいとこいただいちゃったよ。相手当てない制圧射撃で、敵を分断した、見事な作戦勝利だね。何？当てた方が簡単に勝てるだろって？グーの根も出ないよ。移動した先でまた接敵だよ。こういう場所で空を飛べるのは強いよね。ジップの音って結構聞こえるから、ジップを使わずに上に行けるのは、周にもってこいだね。バレていら。そりゃそうだ、ジップのあるとこから登ればそうなるよ。お味方さんに続けー。え？なるほどなるほど。一瞬しか体をさらさずに、敵の様子を見たんだね。次こそ行くぞー。どこだ？お、お味方さん強いね。そこか。バン。敵さんもピースキーパーちゃんを使ってるね。あ、すでにごめんなさいしてた。やったったった。よーし。さっきから美味しいとこばっかもらってるね。まあキルはキルだからね。ん？これは漁夫さんのご登場か？やった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 。しませんよー。
ジップの音、君は翼があるのに空を飛ばないとは。あなたも逃がさぬよ。ドン。上にまだいるね。どこかわからんけど適当に撃って、戦ってるふりしよう。うおー。よーし。適当に撃っても弾幕に敵が突っ込んで、勝手に倒せる息吹だな。お味方さんがまた敵を見つけてくれたよ。当たれー。うおやー。いてーてー。 LMG は ADS 中の動きが遅いから被弾が多くなるね。お味方さんはいつの間にかガン詰めしてる。置いてかないでー。煙幕とは厄介な。いけ、インダクションモータル。おお、適当に撃って当たる系はいいね。なんか透けてるね。そこかー。うおおおお。敵さん一人逃げたね。その前に煙幕なんて出した。悪い子を仕置きしなきゃ。ごめんなさい、しても許してあげないんだからね。逃げた敵さんはお家に引きこもってるらしい。出ておいでー。お外はいいところだよ。む？そっちか。私も説得したいよ。お味方さんが愛の鞭を叩くらしい。私は見なかったことにして、アイテムをもらいに行くね。残り5部隊で終盤戦に突入。お？お味方さんは敵を見つけるのがうまいな。敵さんはゾンビアタックを仕掛けてきたね。早く正気に戻してあげないと。私じゃ力不足だったようだ。敵さんごめんね。お味方さんは上手だから、すごい詰めてくね。我らの作戦はガンガン行こうぜだね。こっちの距離は、あった、武器が、しないね。この距離ならば、うおおおお。お味方さんナイスだー。おおお、すごい乱戦だー。うらった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 。見せていてー。命大事に命大事に、今だけは作戦変えて。やめてー。お味方さんになすりつけて我は逃げる。お味方さん生きて、こっちはおかげで無事だよ。お味方さんも生きそう。なんとかなったね。あ、それ私にも分けてはいただけぬか。なんだこの坂。あー、生き返る。ちょ、意地悪しないで。はぁ、あ、いいねー。消えちゃった。お勤めありがとうね。残りは自分で注入しよう。まあこんだけあれば戦える。さてさて、もう一戦行きましょうや。さっきのお返しじゃあ。お味方さんは右から攻めてる。ならば私は左からだ。誰ですかあなた。あ、これはまずい。右から撃ってきた人こっち来ないで。やっぱり来ちゃったらいい。ごめんなさい、してるから許してー。あ、ありがとうね。さっきといい今といい、君にはおじけてて。あ、うん、これキャンセルできるようになったんだっけ。でもあんなの反応できないよね。お味方さん頑張れー。でも私が活躍できない状況なんて、こうだ。ふっは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 。みんなも私の勇姿が見れない映像なんて、早送りがいいよね。お味方さん二人とも上手だから、多分やってくれるよ。頑張れ頑張れ。残り一部隊だ。いけるぞいけるぞ。敵は三人残ってるね。いいポジショニングだ。さすがにそろそろ当該に戻そうか。頑張れ頑張れ。おわあ。クレーバーか？しかも貫通して二人に当たったっぽい。だがお味方さんはまだ諦めてない。ダウンしてから自己蘇生を始める速さ。素晴らしいね。頑張れー。あーあー。許してあげてつかーさい。故障ですから。うわあ。兄じゃダメなんですか？いやーお味方さんナイストライ。足引っ張ってごめんね。またマッチしたらよろしくね。にしてもシーズン開始直後は、どのランク帯もみんな上手だな。とりあえずダイヤには行きたいけど、行けるかどうか不安になってきたよ。
というかこのジブは人間なんでしょうか。部隊キル数24。8部隊丸々我らに敗北を教わったのか。戦場の大体半分を我らで倒したんだって。これもう優勝じゃん。お疲れ様。見てくれてありがとね。